リップインベトナム、花ちゃんと一緒に女子旅です。今回はベトナム旅で起こったハプニングをまとめてみました。うわーすごいぞ、バイク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 、これは怖いね、うん、ベトナムの横断歩道はなかなか難しいです。無事でも完了、無事でも一応生きてるね、うん、一応怪我もしてない、怪我もしてない、動いてる、オッケー。ビンタイ市場です。もう入り口からすごい熱気です。おーすごい、現代アートです。え、これアートだよね、もはや。これやっぱ踏んで揉まれて強くなるっていうテーマで、ぐるっと回ってみたいよね、うん、はい、これ確かにレンタル用の足場と全然違うね。全然違う、ローカルだね。本当になんか現地の人がいっぱい来てそうな感じ。わすごい、さっきの人見たことないぐらい足の裏真っ黒だ、思ったそれ。キャンディー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 、あ、オッケージャパニーズキャンディー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 。恥ずかしい？恥ずかしいね。バイバイ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 。ジャパニーズキャンディーだけあげて。ジャパニーズキャンディー。来た？来た？ははははは。ねえ、ギョプライ。照れてる、照れてる。あ、撮影、撮影。こんにちは。こんにちは。オッケー。キャッチ。イエーイ、Thank you. Thank you. Bye. Bye. Thank you. Bye bye. Bye bye. あ、こういうの、こういうの。え、かわいい。絶対似合う。え、いい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 。でもちょっとさ、このここが下がってんのが気になる。あ、ね。
This is my phone. I forgot your.次回は iPhone がないまま800円で行ける押し売りだらけの半日ジャングルクルーズへ。 iPhone の行方はいかに。 SNS もフォローしてね。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。 See you next trip.